ちょっとお待ちになってください。生命さんは決してそのような方では。やはりここにいるのですね。あの憎き、お身落ちが。何やら入り口の方が騒がしいな。どうした？借金の取り立てか？そのようなもの、した覚えはないが。ですが生命様、記憶をなくした時に、という可能性も。お前は？ただいま様。私の旦那様を殺しておいて、よくそんなことが言えますね、生命。え？生命様が人を殺めた？あなたは私と旦那様を見て最悪な形で引き裂こうとした。だからオーカリーを狂わせ、挙句それだけでは確実ではないからと旦那様を直接あなたの手で。随分と辛い目にあったようだけど、それは生命ではないわ。そうですよ、琥珀の主様は決してそのようなひどいことをする方ではありません。けどその狐のような目、それに不思議な術を使う陰陽師、間違いない。あなたが私と旦那様の幸せを奪ったのです。あなたを殺すまで私、旦那様の元へ行くこともできません。気配が変わった。気をつけろ、カグラ、生命。ゆっくり話ができる状況でもないか。目覚めよ、時は来た。ドベ、私の小鳥たちよ。五行結界陣。ドベ、私の小鳥たちよ。ジュフタイ。ドベ。の小鳥たちよ。ノッコン少女。ドベ、私の小鳥たちよ。行くぞ。ドベ、私の小鳥たちよ。失ったようですね。まさかいきなり生命様を殺そうとするなんて。全く身に覚えがないのだがな。今の力からして桜の化身のようだが。オーカリンというと、さほど遠くない場所にトーカリンと並んでいる名所があるな。そこに行けば生命が疑われた原因がわかるかしら。疑われた本当にそうかな。それはどういうことですか、ヒロマサ様。生命、お前少し昔の記憶がないって言ってたよな。だったらその時に殺めたという可能性もあるんじゃないのか。ヒロマサ、やめて。否定はできないが、このままこのものを放っておくことはできぬだろう。調査に行かれるのでしたら、よろしければここは私にお任せください。精神的に不安定になっているようにも見えましたし、この子の看病をしていますね。すまない、任せた。ヤオビクに。私も行く、生命の疑いを晴らすためにも。じゃあ道案内は俺がしてやるよ。昔よく花見に行ったお気に入りの場所だったからな。あれ、やけに協力的ですね。あ、もしかして今神楽様に睨まれたのを気にしてご機嫌を取ろうと。
それ以上言うと射抜くぞ、犬コロ。琥珀は、狐の式神なんです。ここが広政様の言う、桜の名所ですか。だった、と言った方が、正しいかもしれんな。木は病的に白いし、薄暗く、物寂しい。以前見たオオカリンとは、まるで別物になってしまってやがる。なんだろう、木々の苦しみが聞こえてくる気がする。カグラ、この場所に見覚えはないか。ん？どうして？初めて来た場所だと思うけど。そうか、ならいい。ここはな、小さい頃によく親しい者と来てた場所なんだ。こうなっちまって寂しいもんだな。とりあえず林の中に入ってみるか。凄まじい妖気が漂っている。気をつけて進むとしよう。私の体が透けている。何がどうなっているのだ。桜、私のせいです。どうした、桜、なぜ泣いている。私が旦那様の前に現れなければ、旦那様が死ぬことには。私は死んだのか。桜、どこへ行った。私はもうお前のそばに。桜。今のはおそらく私が死んだ後、私の死体と桜を見下ろしていた時の記憶なのだな。しかし、うまく思い出せない。なぜ私は桜を置いて死んでしまったのか。生命、そこに何かいるみたい。うん。見てみるとするか。人の形はしているが、すでに死んでいる。霊のようだな。あなたたちは。桜があなたたちにそのようなこと。いくら私が死んでしまったとはいえ、信じがたい話ですね。あなたが私を殺した犯人であるという確たる証拠もなく、桜があなたを襲うなんて。普段の様子からは考えられないとすると、何かに取り憑かれていたのかもしれないな。それはありえますね。途中でガラリと気配も変わっていましたし。桜の木たちが泣いている。いえ、怒ってるのかも。悲しみや苦しみ、いろんな感情がごちゃ混ぜになっているようだ。私を殺した者が桜やこの林も変えてしまったのでしょうか。以前はこんなに寂しく恐ろしい雰囲気の場所ではなかったのです。ああ、とても美しい場所だったな。桃色の花びらが舞う、いつまでも痛くなるような癒される空間で、春になると毎日のように足を運んで、そこで花びらに合わせて舞う桜に出会った。あの者はお前のことを旦那様と言っていたな。もしかして結婚してたんですか。する予定でした。私から話を持ちかけて、桜は喜んで受け入れて。なのに、なぜこのようなことに。一体あの夜何があったのか、わからない、わからないんです。この人も記憶をなくしているのね。落ち着いて。私も生命もそう、わからない怖さはよく知っている。ひとまずこの場所を調べてみるとするか。手がかりが見つかるかもしれない。広政、どうして神楽にこの場所を知っていると聞いた。もしかしたら何かの手がかりになるかと思っただけだ。あいつもお前と同じで、少し前の記憶がないらしいな。ああ、素性もわからない。だが放っておけなくてな。そうか。
そのことについては礼を言っておくぜ。どういうことだ？なんでもねえよ。さっきからずっと誰かに見られている気がする。琥珀もです。まるで林全体が琥珀たちを睨んでいるようで。ここにある桜の木一本一本が、あの桜というあやかしと同じように命を持っている。彼女のように陰の気でおかしくなっているのだとしたら、そのような気配も受けるだろう。桜、会いたいのか、妻に。ちゃんと式も挙げられなかったので、そう呼べないかもしれませんがね。ただ喜ぶ桜を目の当たりにして、私も舞い上がってしまって、これからは忠義様ではなく旦那様と呼んでほしいなんて言ってしまいました。結婚したらあれもしよう、これもしようって考えが止まらなかったのですけど。うわぁ、悪鬼ですよ、生命様。生命。下がっていろ。ここは私が対処する。さあ、私と共に戦ってくれ。人、いや、あやかしか。さくら、お願い、ここから逃げて。それで、モモとやら、もう大丈夫なのか？ええ、ありがとう。あなたの術のおかげで、傷も治ったみたい。ずっと妖力を失って、ここで倒れていたみたいね。一目でわかりました。あなたがよくさくらが話してくれた親友のモモさんなのですね。別に、私はそんな風に全然思ってないし。ただ単にあいつとは気が合うっていうか、よく間違われてたから気になってたっていうか。あの夜だってそう。本当は桜があなたに会うのを止めようとしていたの。私たちが人間と結婚なんて、やっぱり無理だと思ってたから。なのに、あの夜。もしかしてお前、忠義が殺された時の夜を知っているのか？うん。と言っても、全部ってわけじゃない。犯人も見ていない。だから、推測でしかないけどね。まず、いつの頃からだったか、このオーカリンで黒い陰陽師を見かけるようになったの。黒い陰陽師？ええ。最初はあなたのことかと思ったけど、やっぱり違うわね。何よりそいつは、すごく薄気味悪い気配をしていたから。まあ、ともかく、そいつがよく、桜と忠義、それに、この林を、遠くから見つめていたのよ。なんか怪しいなと思ってたら、あの日、このオーカリンに異変が起きた。林の中の妖怪たちはみんな、正気を失ってた。まるで、誰かに操られてしまったみたいに。私は、
桜だけでも助けようと逃がそうとしたんだけど、ダメだった。あの子は合い引きの約束をしているって、あなたを助けようと手を振り切って気を失ってしまったから、その後、二人に何があったかはわからない。桜がどうなったのかも。そうだ。あの夜、私はあの黒い陰陽師に殺されて。とにかく、桃の話から、この林が今どういう状態かは分かった。どうやら、この林は黒い陰陽師とやらに呪いをかけられてしまったらしい。ならば術をかけて、桜の木々を浄化すれば。旦那様を殺した陰陽師、どこにいる？この声は、桜。ごめんなさい、サーメイさん。桜さんがまた暴れて逃げ出してしまって。あの姿、桜なの？おお、桜、桜なのか。忠義様、旦那様、ああ、なんというお姿。こんな姿ではもう私、あなた様に抱きしめられることも。桜、ごめんなさい、本当にごめんなさい。あの夜、私がお誘いしたばかりにあなたを知らせてしまった。私が桃の言うことを聞いて、あなたの前に現れなければ。桜、出会わなければなんてそんなこと。いいえ、忠義様。私は、あなたの優しさに甘えていたのです。ただあなたに桜の木として眺めてもらうだけでよかった。この姿で話したいなどと思ってはいけなかったのに。桜、むしろ私はそんなお前が。いや、寄らないで。桜、安心しろ。お前を拒絶したわけではない。おそらく、もう自制が効かないことから、お前を傷つけまいと、お前を跳ねのけただけのこと。生命。私は大丈夫だ。だが。陰陽師、よくも私たちを、絶対に殺してやる。そしてその後は、私も死んで、あの世で、旦那様と一緒になるんだから。気を確かに持ちなさい、サク。そいつはあの黒い陰陽師とは違う男よ。いいえ、見た目は違っても騙されない。同じ気配、同じ気を感じる。言葉が全く届いてないみたいだな。なんとか止めましょう、生命様。目覚めよ、時は来た。飛べ、ルーシの小鳥たちよ。飛べ、ルーシの小鳥たちよ。飛べ、飛べ、団地の腰に。飛べ、その小鳥たちよ。えい。飛べ、その小鳥たちよ。また意識を失ったようですが、このままでは何度も。これ以上暴れられては、他ならぬ桜の身も持たないであろう。一度、彼女には元の木の姿に戻ってもらった。そして、これで、おそらくここの桜の木たちは、正常な心を取り戻すはずだ。よかった。桜が元の清い心のままで生きていてさえくれれば、私は。あんた、本当に桜のこと、思ってくれてたようね。あやかしでも、
私のために舞を見せてくれた。私に一生懸命話しかけてくれた。私のことを心から愛してくれた。そんなものをどうして嫌うことができようか。あんた、もしかして、桜が、桜の木の化身だったってこと？現実離れした美しさから、初対面の時から、人ならざるものではないかと感じてはいた。そっか。じゃあ桜、本当にいい人に出会えてたんだ。私はね、ずっと反対だったんだ。人とあやかしが結ばれても、最後に泣くのはあやかし。大切な人に先に死なれる悲しさを味わうぐらいなら、眺めてもらうだけにとどめようって。私たちは、人の姿で接してはダメだって、何度も止めた。それでも、あの子はあんたを選んだ。間違っていたのは、私の方だったのね。そんな気がしていた。だからこそ私は、あやかしなんて関係ない。彼女が向き合ってくれる限り、私も向き合う。でも私は、一緒の時を少しでも生きたかったんだ。その言葉、桜にも届いていることだろう。あとは二人で、よく話し合うのだな。旦那様！桜！愛してる。たとえどんな姿になってでも。ごめんなさい、旦那様。私、あなたのこと、もう少し信じるべきでした。あなたなら大丈夫だと思う一方で、あなたに捨てられたらと思うと、怖くて。私も、君の苦しみを理解して、もっと話し合うべきだったと反省している。でも、こうしてちゃんと話す機会ができて、ようやく本物の夫婦になれた気がするよ。願いは叶ったが、そろそろ行かねばならない時間が近づいてるようだ。別れるのは、正直辛いです。けど、悲しい顔で、見送りたくはありません。見ててください、旦那様。あなたに見てほしいと思った。話したいと思い踊った。二人の始まりの舞を踊ります。そうだ。その舞だ。そんな君と結婚したいって思ってたんだ。あの時から。私も同じです、忠義様。桜の木を眺めるあなたの優しい目が、私、大好きでした。桜、君にお願いがある。何十年、何百年かかろうと、私は生まれ変わって、必ずもう一度君の前に現れる。だから、それまで待っていてほしいんだ。その約束、喜んで受けたまわります。忠義様、何年経とうが、幾年を重ねようが、春が来るたびに、ここで桜の花を咲かせましょう。桜は、もうあなた以外、愛するつもりはありませんから。この度は、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。生命様のおかげで、夫と心から向かい合うことができたように思います。黒い陰陽師については調べておくわ。何かあったら、必ず知らせるから。あなたも記憶がなくて不安かもしれないけど、早く戻るといいわね。これからは、二人で生きていくのか。旦那さんと再会した時、幻滅させないように、花嫁修行をさせないといけないしね。それはそうだけど、あなた、付き合ってくれるの？当たり前でしょ？あんたを放っておけるわけないじゃん。でも、また間違われるわよ。あなたは桜ですかって。いいのいいの、間違われたって。舞を踊ってるあんた、すごく素敵だったし。そんなあんたと同じくらい綺麗ってなら、私も堂々と胸を張れるってものよ。ありがとう、桃。もし、何か力になれることがあれば、気軽におっしゃってください。困ったことがあれば、手を貸してあげるからね。桜さん、
笑顔になってよかった。しかし結局、生命と似ている陰陽師とやらは何だったんだ。さあ、生命さんの記憶と何か関係しているのでしょうか。記憶、あの桜吹雪、私はあれを見たことがある気がする。黒い陰陽師か。